えー、お疲れ様です。今回の暗号通貨ニュース、コインゲッコは、タイタンブレイズというね、えー、こういった暗号通貨に注目してみようと思います。えー、なんとですね、2889%の上昇を見せてるわけなんですよ。現在価格が7816円ですけども、ついこの間までね、0円付近にいたわけなんですよね。で、これ1週間で見てみると、こんな感じです。本当に、 急に値上がりしたってことになります。MAX で見てみると、ずーっと値段がついてなかったんですよ。上場して以来。ここに来て一夜にして、かなり大口のコインになったってことですよね。まあこういうふうに上場後のコインが急に値を上げることってのは今でもありますんでね。注目していきたいなっていうところですけども、一体このタイタンブレイズってコインね、どんなコインなんでしょうか。下の方を見ていこうと思います。タイタンブレイズはどこで購入できますかってことなんですけども、 ユニスワップ V3、こちらの方とかね、ユニスワップ V2、こちらの方で取引できるみたいですね。そして一日の取引量なんですけども、まあ、最近かなりの取引量が増えてますんで、これはね、期待値が上がったってことなのかなと思いますけども、まだまだ知られてませんよね。で、ずっとね、最安値ってのが、もう0円付近にいたわけなんですけども、158円。ね。 ここから一気にこの8センチ近くまで来てるわけなんですよまさに第2のビットコインや第3のイーサリアムっていうんだったらこういったコインのことを言わないといけないでしょ最近何ですかね今年上場してプロモーションを行われていた暗号通貨何だったんですかとなんでこういうコインのことを取り上げないんですかと思いますよねだからいかにね ICO インフルエンサーがいい加減んなことっていうのが分かると思いますはいこちらの方で取り引できます で、コイン結構に戻っていますけども、タイタンブレーズはこちらの方に出てますけどもね。はい。えー、今ね、上場してるコインが1万5000飛んで92と、だいぶ増えました。上場コインはどんどん増えてます。取引所の数もどんどん増えてます。で、時価総額は減ってるんですよ。逆にね。増えるはずでしょ、本当で、時価総額320兆円ってことなんで、私の考える最低ラインの370兆円までも、50兆円まだね、 及んででないわけですよだからかなりの冬の時代と言えますその中でもビットコインは相変わらず強いと900万円に迫る勢いで今ドミネーションが53.8%ですからねイーサリアムは一時期の17%よりもだいぶ勢力を落として14.5%になってますイーサリアムね今40万になかなか手が届かなくなってますその他リップルカルダノそして 柴犬。柴犬も今年1月の水準に近くなってきましたね。0. 0.0で14円以下なら買いといった、そこまではまだ言ってませんけども、まあ、すでに利確をしている方はいざ知らず、利確をしなかった方は、もうこれではほとんど利益がないような状態になってますよね、うん。はい、ということでね、これからもリサーチしていきましょう。今回はタイタンブレイズについてお話をちょっとさせてもらいました。